するのは嫌よ。私はね、薬や包帯をいっぱい積んだ二輪馬車に乗って次から次へと病人を治して回るの。はよー、病人はどこだ、怪我人はいないかって素敵だな私はお薬の匂いだけで気持ちが悪くなるわ。ナンはどうして我慢ができるの。私が飲むんじゃないから平気よ。もう私は病人を治すのが好きなの。私が作った政治茶でエーシアの頭痛が治ったわ。あなた、お医者さんになって足を切ったり歯を抜いたりするつもり。うん、何だってやるわ。潰れた人間だって治してやるわ。まあ、どうしてそんなことができるの。私だって病気の人は気の毒だと思うし、看病してあげたいと思うわ。でも足が震えてきて逃げ出したくなっちゃうの。私って勇気がないのね。じゃあデイジーは私の看護師さんになりなさいよ。え、看護師さんになって、私が歯を抜いたり足を切ったりするとき、患者さんを解放してくれればいいのよ。ダメ、私は絶対ダメ。デイジーなら絶対いい看護師さんになれると思うな。だから私は…泣くなよ、デイジー。痛いのは僕だぞ。どうしたの？お兄ちゃんが…転んだの、ほら。これくらい平気だい。よし、私に任せて。デイジー看護婦、患者を井戸に連れて行って傷口を洗ってやって。だから私は早く。はい、私は薬草を取ってきます。なん、急いで、バイキンが入ったら大変よ。行こっか。染みるわよ。我慢してね。デイジー、綺麗になったわよ。ありがとう。
強く揉んで、さあ手を出して。あ、包帯がないわ。ちょっと持ってて、これがいいわ。包帯のないときは綺麗な布をやめて。デイジー、緊急の場合は。はい。あ、ありがとう。もうラブ、手を出して。これで大丈夫よ、ロブ。ありがとうな。ダメ、これからは私のことギディギャディ先生と呼びなさい。うん、ギディギャディ先生、ギディギャディ先生、よろしい。お母さん。ん、どうしたの。ギディギャディ先生が包帯してくれたの。包帯してくれたの。そう、ありがとう。なん、ギディギャディ先生です。はいはい、どうもありがとうございました、ギディギャディ先生。どういたしまして。私はプラムフィールドの主治医ですから、いつでもお呼びください。怪我、頭痛、何でも治療いたします。飛んでごらん。ほら、ほら、飛んだー。あー、今度は怪我しないようにね。よし、次コロンバス。ロブ、口を開けなさい。ロブ、飲ませて。よし、よく飲めたね。これでもうそろそろお腹の虫がいなくなるよ。お腹の虫。そうよ。あの子のお腹の中にね、悪い虫がいるの。次は、はい、用意ができたわ。ネッド、座って。じっとしていてください。すぐに終わりますから。何してるの？手術です。ネッドの指に刺さったトゲを抜くんですよ。そう、気をつけてやるのよ、ナン。はい。火のお始末もするんだよ。はい。それでは指を出して。はい、始めます。おいな、本当にできんのか。黙ってて。し、では、やった、取れたわ。今消毒してあげます。消毒？バイ菌が入らないようにね。なんだそれ。私の診察セットよ。ついでにみんなも診察してあげようと思って。診察？ほうれん草の研究してみようと思って。あ、スタッフィー、食べ過ぎでお腹壊してるんでしょ。セン、ダーを飲めば調子が良くなるわよ。へ、そんなところでボサッとしてないで、こっちいらっしゃい。どうもいらっしゃいよ、フリッツ。あの子どうしてやればいいのか、やっとわかりましたわ。あの子なんですよ。あの子はいつも人や生き物のために役立ちたいと思ってる。そのために骨を折ったりするのが楽しいのね。というと？きっと生きる目的が欲しいのよ。だからあの子のじっとしていられない性質を押さえつけるのはやめて、好きなことをやらせてみてはどうかしら。あの子はきっと素晴らしいお医者さんになりますよ。勇気と強い神経と優しい気持ちを持ってるし、弱いものや苦しんでるものにはとても深い愛情と同情心を見せますもの。やってみなさい。はい。
本日の診察は終了です。僕お腹じゃなかったの？私も怪我してないのに練習してみたかったの。でも上手でしょ私。そりゃうまく巻いてあるけど、どうして急に？なん、お医者さんになりたいんですって。医者に？そうよ。だってみんなを治してあげるのってすごく楽しいんだもの。私決めたの、大人になったらお医者さんになるって。何よこの前機関士の助手になりたいって言ってたの誰だっけその前は消防士。今度はお医者さんいいわよ、いくら笑ったって構わないわ。今度こそ本当だもの、本物の夢。絶対なるわお医者さん。少しずつ読んでごらんなさい。はい。それから包帯の巻き方は遠視やから教わるといいわ。え？でも包帯なら私ちゃんと自分で巻けます。あなたの巻き方ではすぐに緩んでしまったでしょ。遠視やなら何時間経っても緩まない巻き方を教えてくれるわ。そしてこれは大事なことだけれど、誰にでもむやみに薬を飲ませてはいけないのよ。え？どうしてですか？万が一間違った手当てをしたら大変なことになるでしょ。大丈夫です、一生懸命勉強してるし、デミやトミーもとっても良くなったって。事故があってからでは遅いのよ。治療するということは簡単なことではないわ。でも。なん？あなたが本当にお医者さんを目指すなら、まず正しい知識を身につけてほしいの。決して軽はずみな治療はしないこと。さあ約束してちょうだい。はい。意地悪だな、ジョー先生。あ！どうしたの？せっかくあんなに薬を作ったのに、ジョー先生が飲ましちゃダメだっていうの。つまらない。私本気でお医者さんになりたいのに。あー、おーい、ナン、エーシアが呼んでるよ。包帯の巻き方を教えるって。いいの、行かなくて。まあ、奥様。あ？デイジー、早かったわね。あ、ナン、私はエイシアに包帯の巻き方を教わりなさいと言ったはずよ。でも鍋を下ろして火を消しなさい。はい。誰か！誰か！ジョー先生が！先生！
もっと水を。できるだけ冷たいのがいい。エイシア、子供たちを外へ。はい。それから湯を沸かしてほしい。ガーゼを消毒したい。はい。何か手伝えること。向こうに行ってなさい。ファース先生、ジョー先生を助けて。大丈夫、任せておきなさい。なん？さあ、ローブとテディを連れてみんなのところへお行き。何も心配いらないから。大丈夫、ファース先生に任せておけば。ファース先生に。スターフィー、じっとしてろよ。でも…先生は？何かあったら僕…バカなこと言うなよ。たく、私のせいだわ。私のせいで、ジョー先生…ギリギャリ先生…やめて！その名前で呼ばないで。私…すまなかったな、助かったよ。いやいや、しかし子供たちの慌てようには驚いたよ。ファース先生、ジョー先生は大丈夫、軽い火傷だ、すぐに良くなるよ。ファース先生、ありがとうございました。ではお大事に。ありがとう。フランツ、頼んだぞ。はい。先生をお見舞いに行こうぜ。お菓子持っていこうった。おい、なん、ジョー先生をお見舞いに行くぞ。先に行ってるからな。って言えばいいの、ジョー先生に。意地っ張り。待ってるぞ。ジョー先生、お前が来るのを待ってるぞ、きっと。うん。おいしい。どうぞ。どうしたの？さあ、いらっしゃい。先生、ごめんなさい。私のために。おバカさんね、あれは事故だったのよ。あなたのせいじゃないわ。もう平気。でもあの時は本当に死んじゃうって思ったわ。何が叫んだみたいにね。え、私そんなこと言いました？ええ、そのおかげでプラムフィールドは大騒ぎ。ねえ、なん？はい。お医者さんという仕事がどんなに責任のある尊い仕事か、私はそれをあなたに知ってほしいの。
どうしたの？私、わがままで、意地っ張りで、間違ったことばかりしています。とてもお医者さんなんて。何もいつかファース先生のようになれるかもしれない。誰かの命を守ってあげられる人に。なれるでしょうか、私でも。忘れないで。心を込めて努力すれば、夢はきっと近づいてくる。心を込めて努力すれば。ん？頑張れ、ギディ・ギャディ先生。いいえ、私、アニー・ハーディング先生になります。そう、しっかりね。はい。楽しみね、アニー・ハーディング先生。デミとデイジーの誕生日、それでデミたちの家に招待されたの。私、二人のお父さんにお会いするの初めてなんだ。一体どんな方なのかしら。次回、お父さんとの約束、お楽しみに。この道はどこまで続く、森のこの空はどこまで青い、遥か